ついてくることに決めた。いいね、度胸のある女は嫌いじゃねえよ。ま、お前に関しちゃ好きとか嫌いとかってレベルの話じゃねえけどさ。ほら来いよ、連れてってやるから。ここ神社？こんなとこが抜け道なのかな。確かに人目につかないっていうか、人の気配が全然ないけど、変な感じ。それにさっきからずっと黙って歩いてるし、なんか嫌だな。あ、止まった。いろいろ考えてたんだけど、やっぱ難しいわ、人目が多すぎんだよ。街が悪いよな。街が、俺ん家の方だったら人少ないのにな。ん？何の話してるんだろう。後先考えなきゃそれでもいいんだけどさ。まあ一応考慮しないとまずかろうということで。ちょいこっち来て。俺に警戒してんだっけ。なら俺には近づかなくていいから。ん？これ見ろよ。知ってた？この神社、こんな古井戸がまだ残してあんだぜ。危ねえから埋めちまえばいいのにな。あ、本当だ、井戸だ。でもなんで急に井戸の話？俺さ、ここに落ちたことあってさ。水は冷たいわ、泥が鼻や口を塞ぐ、内側苔で這い上がれないわ。でほんと大変なんだ。叫んでも誰も気づかねえしさ。よくそれで助かったな。ああ、それで俺も死んだわけだけど、あれって水しかない、水弱しかねえ。あのさ、体焼かれて死んだことある？腹を刺されて死ぬまで長い時間のた打ち回ったこと、車にはねられて生きたまま引きずられたり、天井落ちてきて潰れたり、線路に落ちてバラバラになったりしたことは？何の話？ねえよな、普通。けど俺はあるんだよ。そんでもってまたこれからも繰り返すんだ。逃れようのないし、俺の願いが叶うまで。また別のここじゃない場所でお前を助けるためにな。え？あっさり死ねるんだから感謝しろよ。俺が経験してきたのはこんなもんじゃねえしさ。じゃあまた別の場所で。冷たい、息が。ダメだ、泥で沈んじゃう。そう、よかった。俺は夜中に電話が鳴るんじゃないかって。でさ、お前買い出しとか行かないとまずいよね。冷蔵庫の中ほぼ空だったし。いっ、thank you.
なんだ。さてはお前、あの後どこか出かけたな。たく、おとなしくしてろって言っただろうが、病み上がりの自覚あんの。しかし、そうだよね。今の君には分かんないよね。何か。ああ、ごめん。昼間は退屈だった？暇で外に行きたくなる気持ちはわかるけど、今日はもう夜になるからやめときな。そうそう、ここの合鍵も明日あたり作ってきて渡しとくよ。ついでにお前の家の様子も見てくるから、鍵借りとく。部屋漁ったりはしないから。そっか、こうどっちの感情もはっきりとはないってことか。まあ何にしてもトーマの近くにいるのは間違いじゃないよね。じゃあ寝よう。明日はそろそろ出歩いてみたいけど、どうなるかな。それじゃ、おやすみなさい。だよね。でもさ、たとえトーマの浮気が原因じゃないと考えたとしても。散歩？お前ね、なんで俺の家に来てるかわかってる？次からは出かけるときは声かけて。ほんと焦るから、頼むよ。はぁ、あ、怒られちゃったね。あ、そうだ、持って帰ってきた君の日記、どうしよう。わかった。
ちゃったね。おはよう。ないのに出歩くんだ。お前、俺が今まで見てきた以上に考えなしってこと？結局、俺がどれだけ止めてもお前はここを出ていくんだな。そっか、そうだよな。ごめん、余計なこと聞いた。俺はさ、お前の泣き顔見たくないよ。だよな、こいつが自主的にお前ん家に来るわけない。強引に連れてきたんじゃなきゃ、こいつがおとなしくお前の家にいるはずないよ。まあそうだよね、こんな男怖くないわけない。ったく、思いがけず邪魔が入ったな。うん、そうだね、君の言う通りだ。落ち込んでばかりはいられない。僕にはまだトーマが何を考えているのかわからない。考えたくないけど、今の状況じゃトーマも敵に見えちゃうもんね。あの男の言うことを信じるのならだけどさ。返事するのも嫌になった？俺が本格的にあれのやつだったら、怒った顔もいいねとか言うんだろうけど、俺…おいおい、今さら気づいてないふり？ああ、いや、もしかしてマジで俺が片付けてるって気…あのな、お前な、だとしたらちょっとどうかと思う。どこまでボケてんだよ。そんなんだからお前に対して過保護になるんだっつーの。過保護とな？そういうレベルなのこれ？お前が家に帰ったの俺が知らないと思ってた？トーマってどんなんだったんだよ。どんなんだったにせよ、こういうことするやつって知っちゃうと見る目変わっちゃうよね。黙っちゃったか。苦情を NG にしたのがまずかったかな。俺を無視すんのは別にいいけど、たまには声出しとけよ。声帯弱って声が出なくなるぞ。
だよな。出られるわけないよな。ってことは、やっぱ俺の置き忘れか。携帯、また後で探しとくよ。下手したら棚の裏だな。まあね。でも、喜ばないよな。おもちゃ集めてくるくらいなら、ここから出せって話だもんな。ごめんな。本当に、あと少しなんだ。あと少しで、証拠が集まる。そう。記憶を失う前の君が好きだったからって今の君とイコールでつながるわけじゃないよね。でも欠けていた記憶を思い出せば相手に対する気持ちも一緒に思い出せるってことなんだ。もしかしたら僕と完全分離して一人になっちゃうことも恐れてるかもしれないけど、でもこのままってわけにもいかないよね。って、え？状況によるけど、いつもの郵送プレゼントがオイル系なら、時間かかるよ。洗剤で洗わないと落ちないんだよな。あれ。墨汁は結構楽だったけどさ。本当に大丈夫？足、痛いよね。トーマのところになんか二度と戻りたくないって気持ちはわかるけどさ。このままお店に行く気なの？それは無茶だよ。お前。え？トーマ！お前、なんでここにいるの？どうやってあそこから出てきたわけ？まずい、最悪だ！逃げよう！って、走ることもできないのに、逃げられるわけない！ああ、そうか。結局、何をどうしたって、お前は俺から逃げていくんだな。そっか、そうなんだな。どれだけお前を守ろうとしても、お前は、俺から。なんかおかしいよ。逃げられても当然だって思ってたんだけどさ。でも、いざこういう事態に直面すると、吐きそうになる。俺はまだ甘かったんだな。どうせ憎まれるなら、もっとひどいことをすればよかったのにさ。え？もう二度と謝らない。振り返らない。立ち止まらない。そうして全てを諦めて。俺は俺の願いを叶えよう。おはよう。俺のことをわかる？それとも忘れちゃった？俺はトーマだよ。呼んでごらん。そう、それでいい。明日の朝にはまた忘れてしまうんだろうけど、そうしたら何度でも教えてあげる。ずっとそばにいるよ。俺がお前のそばにいるから。ねえ、僕の声まだ聞こえる？ここに閉じ込められてどのくらい時間が経ったんだろう。君の心はどんどん消え失せて、そして、多分、もう戻らない。ねえ。ああ、窓の外が白いよ。
外は雪かな。鳥が元気よく鳴いてる。寒くないのかね。外の鳥たちは知らないけど、お前は寒くないよな。ここは冬も夏も関係がないからね。でも外は危険だ。危険がいっぱいすぎて何が起きるかわからない。でも安心して、お前は俺が守る。どんな怖いことからも必ず俺が守るよ。俺の命のある限り、お前が生きている限り、お前がここにいる限り。だから。ずっと一緒だよ。